ユイミア、大変や。ついさっき天領奉行の人が大勢来よった。え、なんでや、まさかバレてもうた。父ちゃん平気やったか、何もされてない。花火大会の準備で部屋中が火薬だらけやさかい、素人がいじくり回したら火事が起こるかもしれへんって言うたんやが、全然聞く耳持たんかった。作次郎がきっと中におる言うて。せやけど作次郎は事前に感づいて窓から逃げとる。天領奉行に捕まらんで済んだわ。おっちゃん、参ったわ。作次郎まだ決心できてへんはずやのに。父ちゃん、どこに逃げたかわかる？このままやと天領奉行に捕まってまうで。せや、名前、急にここに来るなんて、きっとあのケイスケって人や。やないと、密入国で人大勢よこさへんやろ。ああ、名前はわからへん。それに顔もよう覚えてへん。ただ向かった先ならわかるで、城を出てったわ。名前は、ああよう聞こえんくて。名前なら聞こえたぞ。さっき知り合いのとこから鉱石を持ってくる途中ちょうど見たんだよ。先頭にいた人はケイスケって呼ばれてたと思う。やっぱそうやったか。おおきに。作次郎はまだ決心できてへん。このまま二人を合わせても問題が悪化するだけや。そないなったら取り返しがつかなってしまう。一緒に来てくれへんか。道沿いに手がかりを探すで。作次郎を見てへんか聞いてみよう。ヨイミヤ姉さん、フクロムジナを追い払う武器完成した。それなら龍之介おじちゃんに任しとる。後で見に行ってみてや。お姉ちゃん遊んでくれないの？かんにんな。お姉ちゃん他に用事があるんや。また後で戻ってくるさかい。せや、戻ってきたらアメちゃんあげたる。好きやろ、甘いアメちゃん。よっしゃ、アメちゃん大好き。それでな、聞きたいことがあるんやけど、さっき怖い顔したおじちゃんを見ひんかった？見たよ、誰かを追っかけた。あのおっさんたち、まさか妖怪を見つけたのか？いやいや、心配あらへんよ。おじちゃんたちの勘違いやから。あんたらはおとなしく城内におるんやで。花火大会が始まるのを待ちながら遊んどき。うん、おとなしくしてるよ。ヨイミヤ姉さんの言うこと僕たちちゃんと聞くから。こっちで間違いなさそうや。追っかけよ。作次郎がまだ決心してへんかったら、うちらが助けるしかあらへん。そこ見てみ、天領奉行の連中や。公務中だ。この先は立ち入り禁止になっている。作次郎と圭介、この先におるんやろ。大事なことを伝えに来たんや。立ち入り禁止だと言ったはずだ。ほんま邪魔やわ。しゃあない。少し痛い目にやってもらうで。めくれまし。このダンスをあなたに。せっ。いけ。先に引くぞ。風と共に去れ。行こうよ。逃がさない。シュレ
まあいいんだよ。引くぞ。葬ってやる。引くぞ。よっ、見えないだろ。よっ、陣営のごとく。ふわっ。なっ、引くぞ。言ってるで。公務を妨害するとはいい度胸だな。このような所業、天領奉行は許さんぞ。どこに逃げようと必ず中罰を下してくれる。おっかないこと言うた割に逃げ足が早いな。無駄な時間を使ってしもた。この先におるはずや。行くで。その剣筋、全然上達してないな、作次郎。お前に賞賛はないと、十分に分かっただろう。最後に、君の手にかかるとはね。負けを認めるよ。これも僕の運命。言い残すことはない。お前がこの国に帰ってきたのは、俺の考えを認めたからなんだろ。好きに思うがいいさ。ふん。さあ、天領奉行まで来てもらうぞ。この船を作った者も処罰を免れないだろう。待ち！そう簡単に突き放したらあかん。お互いに言いたいこともあるんちゃうか。見覚えのある顔だな。確か長野原家で花火を作ってるおせっかいな小娘だったか。ここはお前の出る幕じゃない。下がってろ。大丈夫だ、宵宮。過去のことを語ってもどうしようもない。なら、なんで苦労してまで稲妻に帰ってきたん。散々迷っとったのは何やったの。こうやってちゃんと話したいからやろ。こいつと話すことなどない。お尋ね者と天領奉行の役人に話す余地などないのだ。かつての友情に免じて決闘の申し出を受け入れたまで。昔と変わらないふぬけた剣術だったがな。なんでそないなこと言う。もう嘘はやめえや。あんたの部下を見張り役に残して一人もここに近づけさせへんかったのは話す機会を望んでたからちゃうの。なんで二人とも話したいって顔しとるのに何も言わへんのや。お前の考えすぎだ。大体何も知らないくせして。いいよ、宵宮。この気持ちは僕だけだったみたいだ。あかん。まだ何もできてへんやろ。こんなん納得できるわけあらへん。今谷さん、決闘に慣れとるんやろ。ほな、うちとも決闘してや。うちが勝ったら本音を吐いてもらうで。もう本心を隠すんはやめるんや。作次郎、あんたもや。うちが勝ったら帰ってきた理由を言うんや。どんな結末になろうとも関係あらへん。絶対に言うてもらうで。こないな状況やないともう二度と言われへんかもしれへんで。もしお前が負けたら。負けたら作次郎と共犯やって白状したる。天領奉行の言いなりになったるわ。よいみや、その申し出受けよう。長官、支援に参りました。支援？決闘じゃないのかよ。オイラたちも手伝おう。ヨイミアを一人で戦わせるわけにはいかない。根こそぎにしてあげる。まだ剣よ、影に従え。引くぞ。一応目を覆えば見逃さないでね。
ただものじゃない。長官、もっと増援を呼んできます。下がれ。あ、はい。ここには近寄るなと言ったはずだ。全員下がれ。は、申し訳ありません。お前という娘は昔の作次郎みたいに頑固だな。どうして俺たちにまだ話す余地があると思った？それは作次郎が帰ってきた時、あんたのことは言わへんかったけど、花火の注文をしたからや。あんたの父ちゃんと母ちゃんから作次郎とのことを聞いたで。そん時に分かったんや。この花火にはきっと特別な意味があるって。やったら話すことなどないちゃうやろ。孤独を感じるために花火を咲かすわけあらへん。実はずっと迷いを抱えながら帰ってきた。昔の考え方が変わったわけじゃない。ただ今の自分は現実から逃げてばかりだと思ったんだ。僕はモンドの自由を、リーユへの契約を、スメールの知恵を、フォンテーヌの正義を見てきた。どれも僕にとって感慨深いものだったよ。稲妻を離れたことを幸せに思ったけど、その幸せに浸かる中、稲妻の鎖国令を知ったんだ。僕は逃亡者だ。でもその逃亡を英断だと思っている。そして僕が真になすべきことは、外の素晴らしさを稲妻に持ち帰ることだと気づいた。未だにここを変えたいと思っているのか？いや、もうそんな大層なことは思っていない。今はただあの時逃げた自分を恥じているんだ。君は逃げていないのに。僕の心にはしこりがある。君がどうなのかが気になった。そして運命に導かれるかのように、帰りたいという気持ちが抑えられなくなった。俺は幸せではないな。ライデン将軍に憧れ、あのお方の言葉を胸に刻み、命令に従ってきた。だが今やっていることは、鎖国令に反するものを裁いたり、神の目を回収したりすること。こんなことのために天領奉行衆に入ったわけではないというのに、俺は正しいことをやっているのだろうか？船は見逃そう。え？お前をこのまま稲妻に残すことはできない。だからといって捕らえるのはもっとごめんだ。でもそんなことして上にどう報告するんだよ。俺を気にする必要はない。どうにかしてみせる。今の時代、国外にいる稲妻人が帰ってくるには複雑な手続きが必要だと聞いた。だが方法がないわけではない。お前に手を貸そう。それまでは外で待っていろ。道中死ぬなよ。安心してくれ、ケイスケ。また君と花火が見たいからね。ああ、また会おう。左遷は避けられないだろうな。俺もいい年して何をしているんだか。作次郎が逃走に使おうとした船だ。金製品臨時保管ということにして、部下たちにここへ運ばせておいた。作次郎をここまで追い詰めたのも俺の計画通りさ。宵宮の言う通り、当時の俺は決心できていなかった。だが行動から俺の本音は漏れていたようだ。でもそれでええと思うで。その本音を全部口にすることで、心のわだかまりがやっと解けるんや。ああ、今ようやくわかったよ。礼を言う。お前は思ったより頭が回るようだ。俺の頭の中を覗かれた気分だよ。うちはあんたの両親と仲良しなんや。父ちゃんも母ちゃんも優しい人やろ。せやからあんたも優しい人やと思った。長野原家の跡継ぎの噂は前々から耳にしている。
おしゃべりな割には侮れない人物だとね。そうだ、俺が子供の頃に見た花火、長野原花火屋なら再現できるだろ。一つ作ってくれないか。短冊がないと無理や。その短冊は作次郎が持っていってもうた。そうか、ならいい。そうへこまんといて。さっき言うたやろ、作次郎が帰ってきてすぐ花火を注文したって。あんたのためには作れへんけど、作次郎の花火ならあるで。このまま納屋に置いとくのももったいないし、今回は特別や。あんたにやる。ありがとう。気にせんといて。花火大会に遅れへんようにな。さっきの宵宮、すごく強引だったな。うちはおしゃべりが好きやさかい、言葉には不思議な力が宿っとるって信じとるんや。会話せんと何も解決はできひん。ずっと問題は残ったままや。それで、みんな、解決する機会を逃してまう。作次郎と圭介は昔のようには戻れへんけど、せめて、心残りは晴らすべきやと思うたんや。さあ、行こうか。花火を見るにぴったりの場所があるんや。あんたらの花火は、父ちゃんがうちの代わりに打ち上げてくれるで。あれは、圭介。そうだよイミヤ、お前にとって花火って何なんだ。よイミヤ。今回の花火も泣けるほど綺麗やったわ。あれ、ほんまに泣いとるかも。目元が濡れとる。せや、最初に打ち上げられたやつ、あの金色の大きい花火は見たか。あれが父ちゃんに頼んであんたらに作った花火や。おお、ひときわ迫力があったから覚えてるぞ。それならよかった。あんたらの記憶に残るよう頼んだからな。どこへ行っても何があっても、不安を感じたり疲れたりしても、今日の花火を思い出せることを願ったる。きっと時が深まるほど、この花火はあんたらの心で綺麗になっていくことやろ。せや、あんたらもすっかりうちのお客さんやな。ほな、この短冊を受け取り。またこ、でも花火を見てる時の宵宮はまるで別人みたいだったな。
ずーっと黙ってて何も聞こえてないみたいだったぞ。実は聞こえてたんや。ただ花火を見てるときは何も喋らへんのがうちの癖でな。自分の作ったもんが空に上がるのを静かに見送る一種の儀式みたいなもんや。さっきうちにとって花火は何かって聞いたやろ。ああ、船を用意してくれた光一にとって花火は友情を記念するもの。圭介の両親にとって花火は結婚を記念するもの。そして圭介と作次郎にとって花火は、そうだそうだ、新年。うちにとってはせやな、正直言うて考えたことあらへん。ようわからんわ。え、てっきりすごい答えが返ってくるかと思ったのに。今まで聞かれたことあらへんかったし、大して気にすることでもないと思うてな。たまたま長野原家に生まれて、たまたま父ちゃんから技術を学んだ。ほんでたまたまみんなと知りようて物語を聞いて、大切な思いを花火に込めとることを知った。ほんの一瞬で消える花火は将軍様が求める永遠から一ちゃんかけ離れとるもんや。せやけどみんなの思いは消えへん。それが花火の存在する理由や。誰にも求められへんかったら花火は消えてまう。みんなが花火に思いを寄せとる限り長野原はあり続けなあかん。やないとみんなをがっかりさせてまうやろ。うち複雑なことを考えるのはあんま得意やないけど、長野原家に生まれてぎょうさん綺麗な花火を作れてほんまに誇らしいんや。過ごす日々も悪くないな。でもそろそろトーマと綾香が言った次の行動に移る時だよな。まずは木漏れ茶屋に行って準備ができたらあいつらに会いに行こうぜ。